フラッグスタッフ、フラッグスタッフ、フラッグスタッフは、アメリカ合衆国アリゾナ州北部に位置する都市。ネイティブアメリカンのナバ保護では、キンロニーという。人口は52,894人。2000年国勢調査。州北部の中心都市、交通の要衝である。北アリゾナ大学の所在地でもある。また、冥王星の発見で知られる、ローエル天文台もフラッグスタッフにある。 氏名は1876年にアメリカ合衆国独立100周年を記念して建てられた旗竿に由来する。この旗竿は、という北アメリカ西部に分布する松でできている。フラッグスタッフはコロラド高原の南西端に位置し標高2000メートルを超えるアリゾナ州最高低をなす旧火山ハンフリーズピーク標高3850メートルは フラッグスタッフのすぐ北に位置する。ハンフリーズピークは冬にはスキーのメッカとなる。また、フラッグスタッフはグランドキャニオンやバリンジャークレーターなど近隣の観光地への玄関口としての役割も果たしている。1855年、エドワード・フィッツ・ジェラルド・ベール。エドワード・フィッツ・ジェラルド・ビールはニューメキシコ州リオグランデからカリフォルニア州。 法と手本に向けての道を調査していた。その道中、ベールは後にフラッグスタッフの町になる場所の東端に、キャンプを張った。ベールとその部下はすぐ側に立っていた松の木から枝を、折って取り除き、清浄気を掲げるための旗竿をとした。フラッグスタッフに、最初の移民が住み着いたのは1876年のことである。1880年代に入る都市は、成長を始めた。 市には郵便局が置かれ、鉄道産業も栄えた。この殺しの経済を支えていたのは、林業、羊毛、肉牛であった。1886年頃には、フラッグスタッフは、アルバカーキと西海岸との間では最も大きな都市になった。1894年、標高の高さと視界の良さから、フラッグスタッフに天文台が設置された。 後にこの天文台は、ローエル天文台と改称された。1930年、この天文台の望遠鏡で、冥王星が発見された。1899年には、アリゾナ教委に養成大学が創立された。アリゾナ教委に養成大学は、1966年に、北アリゾナ大学に改称した。1926年に、 国道66号線が開通すると、フラッグスタッフは国道の旅行者たちで賑わうようになった。1928年には、フラッグスタッフは正式な市になった。今日では、フラッグスタッフは文化の多様性の豊かさ、自然意味、歴史を合わせ持った都市となっている。また、教育、科学、レクリエーションの機会にも恵まれている。フラッグスタッフはに位置している。 アメリカが州国統計局によると、フラッグスタッフ氏は総面積1 6 4 8ートル6 3 6ミである。このうち1 6 4 7ートル6 3 6ミが陸地で0 1ートル0 0 4ミが水域である。総面積の0.06%が水域となっている。フラッグスタッフは 砂漠地帯に属し、標高約2100メートルの高地に位置している。しかし、市内の植生は、高地砂漠のほか、山岳森林、ツンドラと多彩である。フラッグスタッフは高地に位置し、かつ乾燥している。冬を除いては、おおむね温暖で、青空が広がる日が多い。しかし、冬の寒さは厳しい。標高が高いため、同じ州のフェニックス、 標高330メートルに比べて、夏の最高気温は10度以上低く、摂氏27度ほどである。乾燥しているため夜になると、夏でも摂氏10度ほどまで下がって冷え込む。冬は日中こそ、摂氏4から5度ほどであるものの、夜になると氷点下10度を下回る。7月8月には、夕立ちがよく起こる。年間降雨量は、 約5 7 0ト、mm、ル降雪量は2 7 0トルほどである。フラッグスタッフは観光の一大拠点ともなっている。以下は近隣の主な見どころである。また、フラッグスタッフは保養地として知られるセドナにも近い。フラッグスタッフにはかつて国道66号線が通っていた。現在はその多くが週間高速道路 I-40 となり、 市内を東西に通っている。また、市内で I-40 に合流する、週刊高速道路 I-17 は、フラックスタッフフェニックスを結ぶ高速道路である。フェニックスへは南へ、約 230km、車で、所要2時間半ほどである。アムトラックの駅があり、シカゴとロサンゼルスを結ぶ、長距離列車、サウスウェストチーフ号が停車する。駅では、 フラッグスタッフとグランドキャニオンを結ぶオープンロードツアーズトランスポーテーションオープンロードツアーズトランスポーテーションのバスが発着する。市内にはグレーハウンドのバスターミナルもありロサンゼルスフェニックスラスベガスアルカーキなどへのバスの便がある。市内の交通はマウンテンライン、マウンテンラインが運営する路線バスによってカバーされている。20世紀諸島 フラッグスタッフには映画産業を誘致する計画があった。当時はその計画は実現せずハリウッドに奪われてしまったがフラッグスタッフでも数多くの映画が撮影されてきた。以下は最近フラッグスタッフで撮影された映画の例である。映画の他にもフラッグスタッフは小説にもよく登場する。ジャズスタンダードのルートクスの歌詞中にもフラッグスタッフの 名が出てくる。また、フラッグスタッフは、歌手ミシェルブランチの出身地としても知られている。以下は2000年の国勢調査における人口統計データである。基礎データ、人種別人口構成、年齢別人口構成、世帯と家族、体世帯数、収入と家計、フラッグスタッフは4つの姉妹都市を有している。楽しくご覧になりましたら、 購読と良いです。クリックしてください。